あれが姫巫女の手がかり？さあ、町自体が手がかりなのか、それともあの町のどこかに手がかりがあるのか。で、結局ここはどこなんだよ。多くの建物が立ち並んでいるところを見ると、かつてはだいぶ栄えていたようだが、見る限りほとんど無残に崩壊しているようだな。あ、いえ、その、すみません、なんでもないです。僕の見間違いかもしれませんので。何にせよ、危険を冒してまでここまで来たんだ。町を隅々まで調べてでも手がかりを見つけるぞ。どうした？そんなに震えて。小十郎、こいつと一緒にいてやれ。あの町は俺と重真で調べてくる。心配するな。お前を怖がらせている正体は俺が暴いてきてやる。ここでしばらく待っていろ。おい、あれ見ろ、まずいぞ。なるほど、あの町が何かは分からんが、崩壊している理由はこれではっきりしたな。悠長なこと言ってる場合かよ。あんな数さすがに俺たちだけじゃ相手にできないぜ。だからといって姫巫女の手がかりも手に入れられないままみすみす逃げ帰るわけにもいかないだろう。だから切り抜ける。マサムル、これ以上は無理だ。引くしかない。何を弱気になっている。手がかりを見つけるまでは絶対に。うん、小十郎、重真。なんだよ正宗、あの町に近づく作戦でも思いついたのか。作戦変更だ。逃げるぞ。はあ？悪魔はもう追ってこないみたいですね。正宗、逃げるんだったら最初からそうしろよ。何を言っている。姫巫女の手がかりを見つけなければ危険を冒した意味がないだろう。じゃあなんで突然逃げたんだよ。無論手がかりをつかんだからだ。そばにこれが落ちていた。印籠？作りを見るにだいぶ上等な品のようだが。家紋入りだ。それなりの地位にいるものでなければこんな大層なものは持てないだろうな。つってもどこのだよ。いや待て、この家紋、まさか毛利軍の家紋だ。いえ、毛利領は織田領や豊臣領よりもさらに先、かなり遠方です。それに乱世が始まって以来一度も領地から出てきていないはずです。そんなことはどうでもいい。重要なのはこれが俺たちの手元にあるということだ。そうだ、さっき見た町、大量の役魔が現れたということはおそらく都と無関係ではないだろう。
そしてその付近にこの陰謀が落ちていた。となると毛利軍と都は何か関係があるのではないか。ああ、すみません。あなたには都が何なのか話しておくべきでしたね。さて、どこから説明しましょうか。そうですね、かつて神河は姫巫女と彼女の加護を受けたとある軍勢が治めていました。しかしある時を境に姫巫女が突然都から姿を消したのです。そしてそれと時を同じくして悪魔が大量発生するようになった。姫巫女が姿を消したことで都は衰退し、悪魔によってやがて滅ぶと、それまで神河を治めていた軍勢も力を失っていきました。その後我々を含む各地の軍が天下統一を目指し始めたことで今の戦乱の世になったというわけです。姫巫女が姿を消した後、各軍はその手がかりを手に入れるために都に向かいました。ですが大量発生した悪魔のせいでたどり着くことすらできませんでした。先ほどの悪魔だらけの町を都だとすれば、この陰謀が意味するのは。そっか、姫巫女が姿を消して都が滅ぼされた時、毛利軍が近くにいたかもしれないってことだな。ってことは毛利軍は姫巫女が姿を消した理由を知ってるってことか。いや、今どこにいるのか分かってるかもしれねえな。ああ、各軍にちょっと吹き込んでやれば、これが姫巫女につながるとてつもない手がかりだと誰もが信じ込むだろうな。おい政宗、吹き込むとはどういう意味だ。言葉通りの意味だ。この陰謀が都が滅んだ際に毛利軍がいた証拠だというのも単なる憶測だ。そうですね、僕は以前都にいましたけど、そもそもあの町が都かどうか確信は持てません。見る影もなく崩れていましたから、そのせいかもしれないですけど。だが俺たちが都で拾ったといい、毛利軍の陰謀を見せれば姫巫女を探している各軍は動かざるを得なくなる。つまりこの陰謀が乱世を俺たちにとって優位な方へと傾けることができる。だから重要だと言ったんだ。情報は十分手に入った。これ以上ここにいるのは危険だろう。一旦戻るぞ。剣心はどうした。武田軍や真田軍と対峙した時にはいたはずだが。父上は先に城へ帰ったけど。おい、お前らどこに行っていたんだ。戦いの最中にいつの間にかいなくなって。単にお前らとはぐれただけだ。それより武田軍と真田軍はどうなった。撤退していった。それなら何よりだ。では俺たちは伊達領に戻る。なあ、送るよ。見送りはここまででいい。本当にあっさり帰るんだね。名残惜しいとでも。全然。でもお前ら、俺たちとはぐれた後何か見つけたんじゃないだろうな。何の話だ。いや、何でもない。忘れてくれ。安心しろ。俺たちは同盟を結んだ仲だ。有益な情報をつかんだら包み隠さず知らせると約束する。はあ、疲れた。しげざね、寝るなら着替えて部屋で寝ろ。ふぬけるな。これから軍議を開くぞ。あの陰謀を有効活用するなら早く動き出した方がいい。
軍議は明日の朝にする。寝坊して遅れたものは知らん。大丈夫です。それよりごめんなさい。僕今回あんまりお役に立てなくて。あ、そういえば足のお怪我は大丈夫ですか？すみません。ちょっとよろしいですか？では、失礼しますね。お疲れのところすみません。怪我の具合はどうかと気になりまして。そうですか。よかった。応急処置をしただけですから、ひどくなっていないか心配で。今回の遠征では、あなたを幾度も危険な目に遭わせてしまいました。俺の力が足りず、すみません。あなたはもう、伊達軍になくてはならない方ですから、守るのは当たり前のことです。だから、守られることに、負い目を感じないでください。それとも、俺たちに守られるのは不安ですか？すみません。少し意地の悪い言い方をしてしまいましたね。ですが、不安でないのなら、こちらも安心です。これからも、あなたを守らせてください。構いませんか？それと、差し支えなければ足を見せてください。包帯を変えてきちんと処置しましょう。もし傷跡でも残ってしまったら、俺はあなたに怪我をさせてしまった自分を許せませんから。さあ、これで大丈夫です。傷も膿んでいないようですし、すぐに治るでしょう。お、どうしたんですか？顔が赤いようですが。暑いですね。遠征の疲れで熱が出たのかもしれません。今日はゆっくり休んでください。明日になって調子が悪かったら必ず俺に言うんですよ。それでは俺はこれで。疲れているのにお邪魔してすみませんでした。おやすみなさい。小十郎さんって、やっぱりみんなのお母さんみたいですね。お、どうしたんですか？
用があったんじゃないのか。当然だ。俺の顔を見るなり逃げるとはな。誰かにそう言われたのか。なら去る必要はないだろう。お前は庭に何の用があったんだ。あの程度いろいろあったうちに入らないぞ。俺たちにとっては日常茶飯事だ。当然だ。俺たちにはまだ力がない。他軍以上の成果を出そうとするなら危険に飛び込むほかないからな。お前もつまらぬ軍勢に拾われたものだな。上杉や真田に拾われていればのんびり平和な日々を送れていたもの。だろうな。なんだと？お前は仲間だ。思い上がるなよ。俺たちには力がない。だからお前みたいな大して役にも立たない女にも頼らざるを得ない。それだけのことだ。熱が出ているかもしれないと小十郎から聞いた。あまり体を冷やすな。明日の軍議に風邪をひいて来られても鬱陶しいからな。早く寝ろ。俺ももう寝る。じゃあな。ああ、おはよう。お前も随分と早いな。へえ、真面目だなお前。俺はほら、寝坊すると小十郎がうるさいからさ、家臣に早めに起こしてくれって頼んでたんだ。でも早起きしたはいいけど、軍議があるって考えただけで眠くなりそうだぜ。そうだって分かってるけど、俺じっとしてるのって苦手だし。なあ、なんかいい眠気覚まし知らねえ？酸っぱいものか。なるほどな。よし、早速試してみるか。ちょっとここで待っててくれよ。待たせたな。これなんかどうだ？じゃーん！
開けてびっくり、蜂蜜だ。ヒヒン、あとゆずも持ってきたぜ。酸っぱそうだろ。これに蜂蜜をかけたら甘酸っぱくてうまいと思うんだ。はい、こっちはお前の分な。いいこと教えてくれたで。とにかくこのゆず蜂蜜を食えば頭がすっきりするってことだろ。あ、そっか。それじゃあ早速試してみようぜ。いただきます。うまい。しかも頭まですっきりするなんて最高だな。ああ、甘いもんは大体好きだぞ。特に水飴が一番好きだ。まあ食べ過ぎると小十郎に怒られるからこっそり食うんだけど。あ、今日のこれも内緒にしといてくれよな。だな。あ、お前、ここ指んとこ蜂蜜ついてるぞ。うん。はん。うん、よし、取れた。くっついたままだとベタベタするもんな。それじゃ、俺この壺返してくれ。軍技遅れんなよ。